どうも、マルミレンタリースです。今回なんですけれども、こちらの車両、マツダの CX-8 についてご紹介していきたいと思います。こちらの車両は当店で販売する中古車情報となりますので、こちらの車両について詳しくご説明していきたいと思います。こちらはですね、排気量 2200cc、 走行距離 2.4万キロ、年式2018年モデル、乗車定員6名で3列シートとなっております。なので3列を6人で分ける極上車両となっておりますので、快適性とエレガンスな車ではないかなということで見ていきたいと思います。こちらの車両の名前の由来なんですが、 CX-8 ですよね。皆さんご存知かと思うんですが、 CX ってたくさんシリーズありますよね。3、5、8、30、 今日本で買えるものはだいたいこれぐらいだと思うんですが、まず数字から説明します。数字はですね、こちら車格を表しております。一桁の中で8って一番大きい数字じゃないですか。30は例外なんです。でこちら車格を表しているので、マツダさんの CX シリーズで一番大きな車格が CX-8 だよっていう風なニュアンスで8っていう数字がついてます。じゃあ CX っていう意味が何なのかっていう話になりますよね。 C はクロスオーバー、 X はスポーツカーっていうニュアンスでこちら言葉の意味が分けられております。クロスオーバーコンセプトスポーツカーの車格8っていうのが名前の由来なんですね。じゃあクロスオーバーってなんだっていう話になりますよね。まあ、ちょっとこれに至っては曖昧なんですよ。まあ一言で言うと、街乗り SUV というふうに認識できるものがクロスオーバー SUV というふうに言われています。じゃあその反対は何なのかって言ったら、まあ、簡単に触れておきますと、クロスカントリー、クロカンと言われる車両で、まあ、ランクルとかそういった車両をイメージしてもらえたら分かりやすいかなということで、 CX-8 はクロスオーバースポーツカーだよっていうのがこちらの車両のコンセプトになっておりますね。それでは外観から見てまいりましょう。内観はですね、2018年式なので2年前の車両、やはり綺麗ですね。傷や目立ったへこみは特になかったです。それとタイヤですね、こちら19インチの純正アルミホイールに綺麗なラジアルタイヤがついておりました。それでヘッドライトはこちら高低差が調整できる手動のタイプです。こちらヘッドライト、こちらハイビームチカチカ、ハザードチカチカです。それでは後ろを見てまいりましょう。こちらブレーキランプ、バックランプ、そしてハザードチカチカです。こちら空模様ボンネットになるくらい綺麗ですね。それでは内装です。こちらコンソールボックスですね。こちら観音開き式になっております。こちら奥行きは肘ぐらいのところまで入る深さになってます。こちらは運転席右側のスイッチ関係の写真です。それでこれからインパネ周り見てまいりたいと思います。こんな感じです。運転席から見て左側のスイッチ関係はこんな感じです。あとこちらルームライトですね。こちらおそらく LED ではないでしょうか。非常に明るかったです。あとここにサングラスのケースがついております。まあどの車両にも最近はついてますよね。あとサンバイザー、こちら鏡がついていて、こちら開けるとライトが自動でついたり消えたりしてくれる仕組みになっております。この位置ですね、この位置で消えてくれます。はい、プッシュスタートボタンは左側についてます。こちらを押すとナビ起動しますね。そうするとこちら全方位カメラとバックカメラも一緒に起動してくれます。こちら後ろも確認ができるような状態となっております。非常に安全性も考えられて作られておりますので、大きい車体に不安なく運転することができると思います。こちらのナビはこちら肘元にあるこちらのスイッチでナビを操作することができるようになっております。カーソルを動かしたりできます。続いてエアコンですね。エアコンはこちら3列シートになっておりますが、全席対応のフルオートエアコンになっています。今温度下げたので自動で強さが強くなってきてくれてますね。こんな感じです。それで全シート対応なので、こちらは前の席で後ろの方も調整することができるようになってます。それでこちらがセカンドシートの内装になります。シートポケットとこちらエアコンがコンソールボックスの後ろの方についておりますね。
で、なんとこちらセカンドシートにもシートヒーターがついてるんです。で、こちらコンソールボックスもついていて、こちらカップホルダー一体型となっていて、こちら観音開き式の深さのあるコンソールボックスで、その中に USB ソケットが2個ついてます。続いてこちらハンドル周りですね。スターリングスイッチは特段変わったことはございませんでした。あとメーターはこんな感じになってます。はい、続いてシートを見てまいりましょう。 CX-8 の一番の内装での特徴は3列シートであるということですね。こちら6人乗りを3列6人で分けるっていうことなので、非常に空間的にゆとりのある車内空間となっております。はい、続いてトランクスペースを見てまいりましょう。フルフラットにするとこんな感じです。まあ完全に真っ平ではないですね。で、こちらなんですけれども、3列目のシートは後ろ側から前後に倒したり起こしたりできるので、非常にアクセスはしやすいです。ここを引っ張って首を折って、もう一回首を折って、で、このまま引いたまま前に倒すと、はい、この通り荷物を置くスペースが出来上がります。はい、それとこちら運転席も助手席側もこちらパワーシートになっておりますね。で、メモリー機能がついておりますので、自分のお気に入りの位置を、記録しておくことができます。はい、それで続いてドアの内張りですね。で、ここで1点なんですが、助手席のドアの内張りなんですが、1箇所色あせがちょっと気になりました。こんな感じの色あせがついてしまっております。すいません。それでちょっとしたワンポイントなんですが、 CX-8 は BOSE のスピーカーが採用されております。それでなんですが、こちらですね、電動パーキングブレーキとなっております。あとこちらオートホールドブレーキシステムがついているので、運転中も快適ですね。あとこちらマップナビですね。ボタンワンプッシュでこちらナビ表示してくれます。すいません、ちょっと逆さジャパンになっておりますけれども、今南向きなもので、で、ナビの見え方としてはこんな感じになります。非常に見やすいですよね。地名も細かくて、で、コンビニ行きたい時とか、ガソリンスタンドとか吉野家行きたい時とか、そういったものもすぐ広範囲で絵で分かるので。お、マクドナルドありますね。お昼はマクドナルドですね、っていうのも表示されます。はい、ということでこちらの車両いかがだったでしょうか。マツダの CX-8 ですね。こちらの車両本体価格は328万円でございます。車検が来年の3月までまだ残っているので、このまんまの状態でまだ走れる状態となっております。こちらの車両について詳しく気になるお客様いらっしゃいましたらですね、カーセンサーの URL を動画の概要欄の方に載せておきますので、ぜひそちらをご参考にしていただければと思います。また、こちらの実際の店舗でですね、実車も確認したい方、いつでも、気兼ねなく、こちらの店舗に来ていただけたら、私どもの方で詳しくご説明させていただきますので、ぜひ当店の方に遊びに来ていただけたらなというふうに思います。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。